シチュエーションっていうのは平らじゃないことが多いから、全部次のラウンドから全てのショットをインテンショナルで、大雑把に言ったら、簡単に言ったらボールに本当は回転じゃなくてこう傾きなんだけど、すごい簡単に言ったら右回転かけんの、左回転かけんのっていうのを常に考えてるわけ。一個もこういうストレート回転みたいなイメージ持っちゃダメ。そう、基本的にゴルフが難しいのはみんなこういう発想でいるから、これに外れた動きをしたら、あ、ミスっちゃったって思ってるわけ。いくらどんなに速く振っても、まんぶりして気合い入れて振っても、体は関係ないじゃん、ちょっと。関係ない。そう。さあ、飛ばし行った時にこう行ったから、あ、振り遅れたっていうのはなくなるわけ、別に。開いてたってこうやって振れるわけだから。これ振り遅れてますもんね。手が振れる。そう。ってことは、映像で見ると正面なんだけどね。あ、開いてないで、こうだから開いてないってわけじゃなくて、こう行ってても、これは開いてないわけ。わかる？こういう状態でこう打ってもこれも開いてないわけ。自分の意図があるから。こういう状態でこうやってこれ振り遅れてるじゃん。だからゴーちゃんがまだコースで振りに行くと危ないっていうのは、まだこっちを振りに行って、こっちが受け身すぎるわけ。てかそうするとこういう状態でしょ。でも今この振り遅れたこの体のラインでも、手とクラブが意図的でこうやってやったらこれ振り遅れて見えないでしょ。そう。結構こうやって振り遅れてない動きに見えるじゃん。ここで全英オープンでね、ここから先があの深いポットバンカーで、ボールがここにあったわけ。こっちにグリーンがある。グリーンこっち。そう。こうやったら立てない、こんな感じかな、立てないから、こうじゃん、こう立たなきゃ、こうしか立てない状況。ああ、なるほどね。だって、そう。でもフェアウェイにはあるんですか。フェアウェイっていうか、バンカーの縁にボールがあったの。バンカーとラフの間に。そう、こっち向いて。さっきの主従関係が主従だと打てないけど、こいつが司令塔だと、ココールちゃんはここに、かつ、当てるだけじゃなくて、球筋までコントロールできるでしょ。でしょ？インサイドアウトドライブかけたら、打てるでしょ。インサイドアウトドライブ。そう、打てるわけ。わかる？どんなポジションからでも、クラブが主だと、もっと振れるんじゃない？バチーンって。かつ、球をコントロールできるよ。インサイドアウトドライブで。そう。で、多分これだったら、右手一本で持ってるね。もっと普通に上まで上げるんじゃない？ほら、そう、これすぐできるでしょ。そう、今のいい。そうするとこれもう全部開いてるわけじゃん。全部ターゲット向いてんのに、自分は結構正面感があるでしょ。正面感ないと打てない。打てないでしょ。そういうこと。わかる。こっちがメインじゃないと。そう、ゴルフクラブがメインで思考していないと、身体感覚だけだと全部くじ引きなわけ。わかる？体の動きで行って、たまたまクラブがまっすぐ行ったり、たまたまクラブがインサイドアウトドライブをかけたらドローして、ほらこの右腰の使い方が最高みたいな話をしてるわけ、みんな。でも別に右腰がこうとかでも、例えばこういう選手でも、こうやったらドライブはドローになるわけでしょ。でしょ？こういうポジションしか取れない人でも、なんか癖が強くて、でもこうやったらドローになるわけじゃん。でこうやったらフェードも打てるわけじゃん。そう。ってことは、一番メインは、こいつじゃんっていう話なの。なんかもう今日超憂鬱だとか思ってても、もう絶対嫌だとか、なんかブルーでも、ココちゃんが、のゴルフクラブがインサイドアウトドライブで、バチーンって振ってったらめちゃくちゃいい球が出るわけじゃん。自分の思いと裏腹に。そう。ってことは、自分の脳内から命令すべきことは本来、ここにあるから、私がいつもどういう、卓球と一緒だよ。どういう球を打ちたいかで、どういう動きが決まる。こっちありきで私の体の運動が決まる。身体感覚だけだと、のいろんな動きするじゃん。インサイドアウトドライブ。おお。ボール位置が右目はこっち出しやすいじゃん、ちょっと。これがまっすぐだったら。でもこっちだと、こっち出しにくいでしょ。こっちは出しやすいじゃん、今度。これはゴーじゃん。そう。厳しいでしょ。ドライブ厳しいでしょ。でもこれでアウトインドライブは簡単じゃない？軽く打ってみて。そう左に引っ掛けは簡単じゃない？左にあると、うん、そうですね簡単でしょ。これがボールの位置ってことだから、例えばこっちに手があったら右目に置けば左に出ないでしょ。ドラマプロたちはこういうぐらいのボール位置でボール右に打ち出したい時はこっち、左に打ち出したいとか高い球の時はこっちみたいな感覚。そう、きっとこうしやすい、私はこうしやすいなっていうのが定義。あんまりこう何個とかもうどうでもいい。どうでもいい。何個とかね。どうでもいい。思いっきりここに出してみて。そう。だからここに出してみたいから、ちょっとこういう感じで構えたらね。そう。ここ出そうじゃない。
こうやって振ったら出そうでしょ、うん、そう。だからドライバードローンの時はこうやって右向いててもいい、クラブの大きくなってくると、はいよ、ほら出せるでしょ。これがこうじゃん、林入って低いフック通したらこうするんだ、これでギュインって曲げてくる、こっからそっからはい曲げろ、そうするとグーンって曲がるから、全てインテンショナル、全て OK。 そうアプローチとかはアウトインのフェースカットのフェースカット、そうそうそう、もし時間あったらちょっとアプローチやってって、はい。